ジェンナ、エリザベス・プランディーには、アメリカ合衆国カリフォルニア州、クロービス出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒92、200メートルで22秒20の自己ベストを持つ。2015年北京世界選手権、女子400メートルリレーの銀メダリストである。イタリアにルーツを持つ、アメリカでは、珍しい世界レベルの白人スプリンター。 小中学生時代は、陸上競技のほかサッカー、バレーボール、バスケットボールに取り組んでいた。クロービス高校に進学してからは、バレーボールと陸上競技に取り組むと、陸上競技では100メートルと200メートルと、総幅跳びと3段跳べで、カリフォルニア州タイトルを獲得するなど活躍。2011年には、全米ジュニア選手権の総幅跳びで優勝し、 パンアメリカンジュニア選手権のアメリカ代表に選出。大会では100メートルと総幅跳びでメダルにあと一歩と迫った。高校時代の自己ベストは100メートルが11秒34、200メートルが23秒75、総幅跳びが6メートル20。2013年まで大学は奨学金を得てオレゴン大学に進学。しかし、 2012シーズンの春先に右足を骨折したためシーズンを棒に振った。怪我も治った2013シーズンは3月の全米学生室内選手権、女子60メートルで7秒38の5位に入ると、6月の全米学生選手権では女子100メートルで11秒43の7位、3層を務めた、女子400メートルリレーは43秒80の4位、1層を務めた、 女子4400メートルリレーは3分28秒24の4位と3種目で入賞を果たした。2014年3月の全米室内学生選手権女子60メートルで2大会連続入賞となる7位、29日のアズテックス招待女子200メートルで今季世界最高、および自身初の22秒台となる22秒98をマークした。6月の全米学生選手権は、 女子総幅跳びをメートル五十五の自己ベストで制し、初の全米学生タイトルを獲得。女子百メートルは十一秒四十二の三位、女子二百メートルは二十二点六三の二位と2大会連続で三種目入賞を果たし、一人で二十四ポイントを獲得する活躍を見せた。二千十五年三月の全米学生室内選手権女子総幅跳びをメートル六十五の 自己ベストで制し、初の室内全米学生タイトルを獲得。女子60メートルは7秒24で4位、女子200メートルは22秒74で2位に入り、一人で23ポイントを獲得した。4月18日のマウントサック、リレー女子100メートルでは、自己ベストを0秒19更新する10秒92をマークし、初めて10秒台に突入した。月には、 全米学生選手権の女子100メートルを10秒96で制すると女子200メートルと女子総幅跳びはそれぞれ22秒21と6メートル80の自己ベストで2位に入り1人で26ポイントを獲得する活躍を見せた。北京世界選手権アメリカ代表選考会である6月の全米選手権では女子100メートルは準決勝を 自己ベストタイの10秒92で突破するも、決勝は3位から6位が0秒04差という、混戦の表彰台争いに敗れ、10秒96の6位に終わった。しかし、アリソン・フェリックスなどが回避した女子200メートルは予選と準決勝を全体1位で突破すると、迎えた決勝は22秒20の自己ベストで、初優勝を飾り、アメリカ代表の座を掴んだ。 世界大会デビューとなった8月の北京世界選手権は200メートルは22秒87の組5着で準決勝敗退に終わったが3層を務めた400メートルリレーは41秒68の銀メダル獲得に貢献した11月にはイタリア系アメリカ人スポーツ選手を対象としたナショナルイタリアンアメリカンスポーツホールオブフェームの年間 最優秀女性選手賞を受賞。12月には、今年の全米学生選手権で合計49ポイントを獲得するなどの活躍が評価され、学生陸上界で最も権威のあると言われているバウアーマン賞の女性部門を受賞した。2015年北京世界選手権の開催中にブーマと契約してプロに転向することを発表した。 2016年リオデジャネイロオリンピックアメリカ代表の座がかかった6から7月の全米オリンピック選考会は女子100メートルは予選で全体1位の10秒81準決勝で全体4位の10秒86と追い風参考記録ながら10秒8台をマークして決勝に進出したが決勝は10秒96の5位に終わり表彰台を逃したしかし 女子200メートルでは4位のアリソン・フェリックスと0秒01、さという3位や争いを22秒53で勝利し、初のオリンピック代表の座を掴んだ。迎えた8月のリオデジャネイロオリンピックでは、女子200メートルは、北京世界選手権に続いて、準決勝に進出するも、22秒55の組4着に、終わり、決勝へ進出することはできなかった。 2017年初出場となった4月の世界リレーでは女子400メートル予選で2層を務めて決勝進出に貢献したアメリカチームは予選を唯一の42秒台で突破したものの決勝では1層のティアナ・バートレッタが転倒したため途中棄権に終わったロンドン世界選手権アメリカ代表の座をかけて臨んだ6月の全米選手権は 女子100メートルは予選を突破したものの準決勝、敗退に終わった。女子200メートルでは決勝に進出するも23秒16の7位に終わり、2大会連続の世界選手権アメリカ代表の座を逃した。祖,祖父は1910年、祖,祖母は1915年にイタリアからアメリカに移住した。両親、姉、兄が陸上経験者という陸上一家。プランには、 中学の頃から父に陸上の指導を受け、母が元総幅飛びの選手ということから跳躍と短距離に取り組んだ。両親の兄弟が多いため、たくさんの親戚を持つ。プランディーニの現在の居住地である友人院で開催される大会には、親戚も退去して競技場に訪れて大声援を送る。家族、親戚、チームメート、友達などの声援の影響もあってか、 プランディーニが全米タイトルを獲得した大会の多くは、友人での開催となっている。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。